はい、木に囲まれた駐車場ですね。月夜野の群馬県の月夜野の八瀬親水公園の駐車場からですね、記録しています。朝方雨が降ってましたけれども、だいぶもう止んでから時間経ってるみたいですね。こうやって地面を見てももうカラッと乾いてます。はい、で今日ですね、昨日か、YouTube でたまたまの俳優の伊勢谷友介さんのチャンネルを、おすすめされたので、おすすめに出てきましたので、ついつい見てしまったんですけど、その中で、カスタムしたなんかハーレーですね、バイクを買ったということで、その練習も兼ねて、なんか思想というかですね、道路をこう実際にバイクで走ってという動画をこう見たわけなんですけど、でその中で、伊勢谷さん、その、冬場ですね、趣味としてスノーボードもされてるということで、この群馬のスキー場にもですね、なんか来てるみたいなんですけども、でその中で、すごい印象に残った一言がありまして、スキーとかですね、スノーボードですかね、動画内では、スノーボードはゲレンデに行かないと、そのフィールドに行かないと楽しめないということを言ってまして、で、バイクの場合は、そういったところに行かなくても、わざわざ足を運ばなくても、その場が、遊びのフィールドとなるということを言ってまして、すごいいいこと言うなと思いました。でそんなことを思いながら車走らせてたんですけど、今日群馬の街中ですね、走ってましたら、ちょうど下校途中の小学生、男の子ですね、2人が何やらこう道端でしゃがみ込んでですね、ずっと地面を見ていたんですけど、もしかしたら虫なのか、なんか落ちてたゴミなのかちょっとわからないですけど、それをずっと2人で見てたんですよね。小学校低学年、1年生か2年生かちょっとわからないんですけど、で、その子供たちを見てですね、その伊勢谷さんの話とちょっとリンクしまして、で、結論から言うと、小学生最強だなということにたどり着いたんですけど、というのも私以前の動画で、その気象条件ですねに応じて、遊びを使い分けれる人が最強なんだと、最強ですよねということを、記録したんですけども、そうじゃなくてですね、やっぱりあの時の2人の小学生のように、もうその場のフィールドがもう遊び場になるというか、私も小学生の時はそうだったはずなんですけど、大人になってすっかり忘れてましたけどもね、もう今この時を、もう全力で楽しめる人が最強なんだなと、思いました。わざわざ高価な道具をこう買い揃えてですね、そして海へ、山へ、そして川へ、時には海外なんか行ったりして大金 はたいて、行くっていうのも、確かに、素晴らしいことだと思うんですけど、本当今ここのフィールドを遊び場にできる人が最強なんだなと、改めてというかですね、気づかされました。はい、ということで、今日思ったことですね、記録してみました。ということで以上。